お元気ですか？僕趣味です。今日の夕飯はちょっと豪華でございます。まずはね、レバニラ炒めと酢豚でございます。今日はですね、ちょっとだけ本格的に作りました。酢豚とね、レバニラ炒めでございます。まずレバニラ炒めはですね、いろいろやり方がありますけどね、私のやり方はですね、いろいろやってるんですけどね、まず牛乳につけてね、臭みを消すっていうやり方をとってます。で、他にもね、生姜とかニンニクを入れつけて臭みを消すという人もいます。水につけてやるやり方もいます。で、まずはね、一緒に炒めるんじゃないんですよ。まずね、揚げるんですよ。衣をつけて、で、揚げて、で、7、8割火が通ったら火上げ、おろして、炒めるときに野菜と揚げたレバニラを炒めてタレをかけて、もうさっとやるだけです。そうすることによって臭みがないんですよね。特に新鮮であればあるほどね、レバーは臭くありませんのでね、レバーギアイダーで、皆様もね、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。で、酢豚もですね、豚肉をね、塊のままね、揚げてね、仕上げてみました。で、今回ね、こちらがね、急に和食になりますけどね、油揚げとね、白菜のお味噌汁でございます。でですね、初登場でございます。これ、ごま豆腐でございます。で、お酒はですね、お酒は、ブラック日課のサイダー割りでいきたいと思っております。はい。こんなにね、午後からね、夕飯動画も久しぶりでございます。特にね、告知もね、ありませんが、サブチャンネルの方でね、またね、総集編をやりたいと思います。プロ野球カードですね、直筆サインカードの総集編ですね。ファイターズ編やファイターズ以外の直筆サインカードを中心としたのをね、上げてみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。で、告知はね、一つありました。でね、今日ですね、昼頃ね、カップラーメンのね、仙台のね、カップラーメンをあげましたけど、今度はですね、富山ブラック編もね、あげてみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。コミュニティの方にもね、あげますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。